UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、決勝トーナメント UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、決勝戦の舞台となった、フースバルアレーナミュンヘンの普段の様子 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12決勝は、2012年5月19日に、ドイツミュンヘンにある、フースバルアレーナミュンヘンで開催され、ドイツのバイエルンミュンヘンとイングランドのチェルシーが対戦した。フースバルアレーナミュンヘンは、バイエルンミュンヘンのホームスタジアムであり、チャンピオンズリーグ決勝が出場チームのホームスタジアムで開催されるのは、チャンピオンズリーグの前身である、チャンピオンズカップ時代の1983から84シーズンにおいて、ASローマがスタディオオリンピコで試合を行って、以来28年ぶりのことである。また、バイエルンミュンヘンは初めて、チャンピオンズリーグ決勝戦を、ホームスタジアムで開催した。チェルシーが、PK 戦の末に、バイエルンミュンヘンを破って、UEFA チャンピオンズリーグ初優勝を果たし、2012年8月に、モナコで開催される 2012UEFA スーパーカップの出場権、及び2012年12月に、日本で開催される FIFA クラブワールドカップ2012の出場権を獲得した。また、国内リーグでは、今季6位に終わり来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったチェルシーは、この優勝により前年優勝クラブ枠で、来季もチャンピオンズリーグに出場可能となった。青と水色の決勝戦特別仕様にライトアップされたフースバルアレーナ、ミュンヘンバイエルンファンの掲げたコレオグラフ決勝戦の会場は2009年1月30日に2010から11シーズン決勝戦の会場とともに正式決定された。また、決勝戦のアンバサダーは、バイエルン・ミュンヘンやドイツ代表で活躍したパウル・ブライトナーが務めることになった。フースバルアレーナ・ミュンヘンは今回のチャンピオンズリーグ決勝戦において初めて UEFA 主要国際大会で使用される。バイエルン・ミュンヘンが以前ホームスタジアムとして利用していたミュンヘンオリンピアスタディオンは1979年、1993年、1997年にチャンピオンズリーグ決勝戦の舞台として使用されたことがある。また、右の写真に見られるように、今回の決勝戦の試合中、スタジアムは公式ロゴの色に沿った青と水色にライトアップされた。公式ロゴは2011年11月14日に発表された。ロゴはリーズのデザイン事務所であり、UEFA 欧州女子選手権2009、2010、FIFA ワールドカップ、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10決勝、2011年、バレーボールワールドリーグ決勝ラウンドなどでもデザインを務めた、ザワークスにより制作された。ロゴは青を基調とし、ドイツ表現主義及び決勝戦の会場となる、フースバルアレーナミュンヘンの外観をモチーフにした、デザインとなった。決勝戦に出場するバイエルンミュンヘンとチェルシーのサポーターに 17,500 枚ずつチケットが販売されたほか、7,000 枚のチケットが一般発売された。販売価格は以下の通り。これまでのチャンピオンズリーグ決勝戦の慣例通り、公式試合玉はドイツのスポーツ用品メーカーであるアディダスにより提供され、2012年3月15日にアディダスフィナーレミュンヘンが発表された。白地に、決勝戦ロゴと同様の青と水色を基調とするスターマークがあしらわれており、決勝トーナメント以降のすべての試合において、この公式球が用いられた。昨年と同様、UEFA チャンピオンズリーグフェスティバルが、ミュンヘンのオリンピアパルクで5月16日から19日まで開催された。UEFA 女子チャンピオンズリーグ2011から12決勝戦のアンバサダーであり、2011FIFA 女子ワールドカップでは実行委員長を務めたシュテフィオネスとパウル・ブライトナーがホストを務め、オコチャやサニョルなどの元名選手たちによる子供向けのサッカークリニックやコーチングレッスンや女子サッカフットサルに関するイベントが開催された。また、4月20日にミュンヘン市に引き渡された UEFA チャンピオンズリーグ及び UEFA 女子チャンピオンズリーグのトロフィーが展示され写真撮影ができるほか、チャンピオンズリーグ歴代の名選手の思い出の品を展示し、チャンピオンズリーグの歴史を紹介するミュージアム・オブ・チャンピオンズも開催された。また、5月19日には、カフー、ファンデルサール、シューケル、ゾラ、ラウドルップ、マクマナマン、シャピュイサなどのチェルシーの所属するプレミアリーグやバイエルン・ミュンヘンの所属するドイツブンデスリーガで活躍したもっと名選手たちを中心とするワールドオールスターズとアンバサダーのパウル・ブライトナーが選ぶロベルト・コバチやリトバルスキー、マカーイ、ニコ・コバチなどドイツで活躍したもっと名選手たちにより結成された FC バイエルンオールスター&フレンズが対戦するアルティメットチャンピオンズマッチが開催された。この試合は YouTube を通して全世界にライブストリーム配信され、約32万人がオンラインで試合を観戦した。他にもアローブラックやサンライズアベニューなどのミュージシャンによるライブ演奏など様々な催しが行われた。フェスティバル最終日の5月19日には、チャンピオンズリーグ史上初の公式パブリックビューイングが、ミュンヘンオリンピアパルクで開催された。また、オクトーバーフェストの会場としても有名な、テレージエンビーゼでも、パブリックビューイングが行われた。決勝戦に出場する2つのクラブは、世界各国のメディアに向けて、公開練習を行い、バイエルン・ミュンヘンは5月3日に、チェルシーは5月15日に公開練習を行った後、監督による記者会見が行われた。バイエルン・ミュンヘンは決勝戦がホームスタジアムで開催されることもあり、シャルケ04よりドイツ代表正ゴールキーパーのノイアーを獲得するなど着実な補強を行い、チャンピオンズリーグに臨んだ。グループリーグを1位で通過すると、決勝トーナメント1回戦ではバーゼルにアウェーで敗れたものの、以降は安定した戦いで準決勝に進出。準決勝のレアルマドリード戦ではホームでのファーストレグ、ロスタイムに得点して勝利したが、セカンドレグにファーストレグと逆のスコアで敗戦し、試合は PK 戦に突入。レアルマドリードのカシージャースとノイアーが互いに2本のセーブを見せる白熱した戦いを3-1で制し、決勝戦に進出した。一方のチェルシーは、前年度 FC ポルトにおいて、UEFA ヨーロッパリーグを制したビラス・ボアスが、シーズン前に監督に就任したものの、リーグ戦の成績不振もあり2012年3月に解任され、アシスタントコーチのディマッテオが、暫定監督に就任するなどチームが安定しているとは言えず、全評判は低かった。グループリーグでも、第5節のレバークーゼン戦で敗戦し、最終戦のバレンシア戦で敗戦すると、グループリーグ敗退する状況まで追い込まれるが、勝利して、決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントラウンド16のナポリ戦では、アウェーでのファーストレグにおいて1-3のスコアで、敗戦したものの、続くセカンドレグを4-1で勝利して、準々決勝に進出。準決勝のバルセロナとの対戦では、2試合とも相手に、ボール支配率 72% と圧倒的にボールを支配され、シュート数でも倍以上と大きく差をつけられたものの、少ないチャンスを確実に得点に結びつけ、2試合合計3-2で前年王者を破って、決勝戦に進出した。チェルシーは5月5日に FA カップを獲得し、2冠をかけて、試合に臨んだ。一方、バイエルン・ミュンヘンは、国内リーグ、DFB ポカールともに、ボルシア・ドルトムントとの直接対決に敗れて、国内では無冠に終わっており、今季初のタイトルをかけての挑戦となった。両チームとも、準決勝で、数多くの警告を受けており、バイエルン・ミュンヘンは、ダビド・アラバ、バトシュトゥバー、ルイス・グスタボの3人が、チェルシーは、ブラニスラブ・イバノビッチ、ラウル・メーレス、ラミレス、ジョン・テリーの4人が決勝戦出場停止となった。チャンピオンズリーグ決勝戦の出場停止選手の人数としては異例の多さであり、国際プロサッカー選手会はこれら7選手に関して出場停止処分を解除するよう UEFA チャンピオンズリーグ実行委員会に求めたが、実行委員会はカードの累積枚数による出場停止などの出場規定に関して今後少なくとも3年間変更する予定はないと返答した。チーム 1V、チーム2前半試合開始直後からホームスタジアムの声援の後押しを受けたバイエルン・ミュンヘンがボールを支配し、たびたびチャンスを作る。チェルシーは守備の要であったイバノビッチ、メーレレス、ラミレス、テリーの4人を出場停止で欠いているため、決勝戦までチャンピオンズリーグ出場経験のなかった U-21 イングランド代表のバートランドを先発メンバーに抜擢、ロッベン・トラームを抑える役目を託しある程度の成果を上げたものの、ボールを積極的に奪うことはできず劣勢に立たされる。37分にドログバがヒールキックでランパードに戻して右サイドに展開し、カルがミドルシュートを放った場面ぐらいしかノイアーの守るバイエルンゴールを脅かす場面はなかった。一方、バイエルンは36分に左サイドからリベリーが上げたクロスボールをミュラーがダイレクトボレーシュートを放ち、42分にはフリーでボールを受けたゴメスがペナルティエリア内でシュートを放つなど好機を多く、作りシュートも10本以上放ったものの、放ったシュートのほとんどがペナルティエリアライン外から放たれた枠外シュートであり、こちらも敵のゴールを脅かす場面は少なかった。また、多くの CK も獲得し、ショートコーナーなど変化をつけながら何度となくクロスを上げるものの、そのほとんどをチェルシーにクリアされ、チャンスを生かすことができなかった。後半も前半と同様、バイエルンが攻め、チェルシーがカウンターを繰り出す展開が続く。しかし、疲労からバイエルンの選手たちの動きが鈍くなりなかなか好機を作ることができない。膠着状態に陥ると、チェルシーは73分にバートランドを丸田に交代、次第にチャンスをつかむようになり、試合は攻め合いの様相を呈するようになる。それでも82分、ミュラーがヘディングシュートで敵ゴールを脅かすと、直後の83分にはトニ・クロースが左サイドペナルティエリア隅からファーサイドのミュラーに向けて山なりのクロスを送り、ミュラーがヘディングで地面に叩きつけたシュートはバウンドした後、チェルシー GK チェフの頭上を抜けバーの内側に当たりながらゴールに吸い込まれた。静まり返っていたスタジアムは歓喜に包まれ、バイエルンも87分にはミュラーをファンブイテンに交代し逃げ切りを図る。しかし、直後の88分、この試合初めてチェルシーが獲得した CK において、マタがニアサイドに鋭いインスイングのボールを送ると、ドログバが放った強烈なヘディングシュートは、ノイアーの手を引きゴールに吸い込まれた。バイエルンは逃げ切りに失敗し、チャンピオンズリーグ決勝戦では4年ぶりとなる延長戦に突入した。延長戦逃げ切りに失敗して、攻め手を失っていたバイエルンだが、93分にリベリがペナルティエリア左隅で、ドログバに倒され PK を獲得する。しかし、GK チェフは、至って冷静で、このような延長戦で疲れている時は、正確にコースを狙うより、思いっきりキックする。強いキックは、どっちかのコースに突き刺さる。そしたら、ありえんの軸足の向きで判断しよう。と分析。この予想が当たり、セーブすることができた。108分には、中央付近からラームが途中出場のオリッチのいる左サイドペナルティエリア内にクロスボールを送り、オリッチが中央にいるファンブイテンに向けてチップキックによるシュート気味のパスを送るもファンブイテンが反応できず、ボールはゴールポスト右のわずか外へと流れた。以降、どちらのチームも決定機と呼べるチャンスを作り出すことはできず、試合は4年前にチェルシーが経験したPK 戦で決着することになった。PK戦は、バイエルンのサポーターが集まるゴール裏にて、バイエルン先行で開始された。バイエルン1番手のラームが PK を決めると、チェルシー1番手の股が右に蹴ったボールをノヤーがセーブし、バイエルンが一歩リードする。以後、二人ずつ PK を決めて迎えた、バイエルン4番手のオリッチが右に蹴ったボールを、チェフがセーブ、チェルシー4番手のエコールが決めて、チェルシーが追いつく。バイエルン5番手のシュバインシュタイガーが右隅に蹴った、ボールは、チェフの手に当たり、ゴールポストに跳ね返され、PK を失敗する。そして、チェルシー5番手のドログバは左隅に PK を決める。チェルシーが 4-3 でバイエルンを、PK 戦の末に破り、初優勝を達成した。普段チェルシーの主将を務めているテリーは、バルセロナとのチャンピオンズリーグ準決勝で、レッドカードにより一発退場となり、決勝戦出場停止であったが、UEFA の規定では出場停止選手は、試合のメンバーに加わることを禁じているのみで、試合後のセレモニーへの参加を禁じているわけではないため、セレモニーには、決勝戦でプレーした他の選手と共に参加し、決勝戦でキャプテンを務めたランパードと共にトロフィーを掲げた。ロベルト・ディマッテオ・バイエルンが得点した時、残り時間はあまり残されていなかった。しかし、選手たちは今大会で示してきたとてつもなく強い、ハートと情熱を決勝戦でも示してくれた。そして、同点として延長戦に入ることができ、気分が上向いた。バイエルンは、今夜とてもいいサッカーをしていたし、非常にいいチームだった。だからこそ決勝まで勝ち残ることができたのであり、この大会で何度も優勝している実績もある。PK 戦は、くじ引きのようなもの。PK 戦で敗れるのはやはり本当に辛いことなので、バイエルンの気持ちは理解できる。ユップ・ハインケス予想通り、最近のチャンピオンズリーグの試合と同じ戦い方をしてきた相手に対し、非常に素晴らしい試合をした。数多くの得点機を活かせなかったことを悔やまなければならない。83分に得点したからには、そのリードを守る必要があった。そして、延長戦では PK を得た。多くのチャンスに恵まれたなら、それを活かさねばならない。今日は、それができなかったのが、敗因だ。過去からもわかるように、PK 戦は、くじ引きのようなものだ。チェルシーは自分たちが最もよく理解する戦い方をした。彼らのパフォーマンスを祝福したい。彼らは闘志を示し、守備では規律を保ち、PK 戦ではチャンピオンズリーグで優勝するために必要な運に恵まれた。ありがとうございます。